ヒメタイコチは、カメムシモク、タイコチカに属する昆虫の一種。生態や分布域に謎が多く、比較的珍しいとされる。中国、朝鮮半島、ロシア、日本に分布。国内では、愛知県、三重県、兵庫県、香川県を中心に分布している。湿地や浅い水域に生息。生息地には、流水がある場合が多い。名古屋市内では、 身近な場所に生息しているが、近年の都市開発などにより、分布域を確実に減らしている。姫太鼓地の生息地は、地理的条件から、土地開発の対象となりやすいため、保全には注意が必要である。体長20ミリメートルほど。体色は、茶褐色で尻に呼吸管を備えるが、太鼓チのものほど長くはない。肉食性で、釜状の前足を用いて、 主に昆虫、接触動物を捕らえ、後進から消化液を送り込み溶けた体組織を吸入する体外消化を行う。水中生活には適応しておらず、陸上で活動することが多い。羽を持つが、飛翔はしない。12月頃に陸上の土中や枯葉の下などで越冬する。産卵期は4から6月。メスは水辺の土。 苔に数本の呼吸糸を持つ卵を産む。産卵数はメス1匹あたり8から12個である。孵化した幼虫は5回の脱皮を経て7から8月に成虫となる。これは水生カメムシの中では遅い方である。水深数センチメートルの水に砂や土、苔等で陸部を多く設ける。水深が深いと溺れ死んでしまう。他の水生昆虫とは違い小魚や、 おャクシ捕食しないため、生きた昆虫類を餌として与える。希少はしないが、壁面を登るため容器に蓋をする必要がある。餌は数日おきに与える。水中にいるときは、大抵獲物を待ち構えているので、その時に与えると反応が良いです。三重県桑名市では、1985年に文化財に指定された。三重県では、2017年3月31日に、 三重県自然環境保全条例第18条第1項の規定により、姫大抗地を30件指定希少野生動植物種に指定した。捕獲等する場合は、事前の届出が必要であり、違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合がある。豊橋市自然史博物館見法、ありがとうございます。